千葉市立さつきが丘中学校は、千葉県千葉市花見川区さつきが丘2丁目にある公立、中学校。1972年11月1日開校初代、校長成田定一着任20日交渉及び、校歌制定学区公団住宅入居開始転入、生徒受付業務開始12月14日、開校式並びに、交渉。 高科披露式挙行1974年10月7日体育館、落成記念式挙行1976年4月1日、第2代校長飯塚世紀着任1977年4月1日、千葉市教育委員会より、保健体育科教育研究指定校となる16日プレハブ校舎、完成1978年10月24日、 公開研究発表1979年3月31日、第2期鉄筋増築校舎完成11月7日、千葉県学校体育有料校、受賞1980年4月1日千葉県、千葉市教育委員会より、市長学教育研究指定校となる1981年1月9日、科学技術庁長官より、 創意工夫育成功労学校賞受賞3月31日、第3期鉄筋増築校舎完成10月23日、ソニー科学賞優秀校受賞11月10日、創立10周年記念公開授業研究発表1982年3月31日、第4期鉄筋増築校舎完成4月1日第4代、校長、高橋敏夫着任11月6日、 市長各教育学校教育部門において、文部大臣賞受賞1985年1月13日体育館、ステージ工事完成1986年4月1日、第5代校長、戸田正孝着任、千葉県所属中学校土俵教育開発オンライン。2018年8月14日閲覧。ありがとうございます。